どうもさんこんにちは、ワッキーです。さあ、宮崎グルメ連日紹介してまして、今回のお店はこの宮崎県で知らない人はいない、呼び方は宮崎牛かな、宮崎牛かな、鉄板ステーキ専門店の宮地区というお店。色々ネットで調べたら、宮崎県民の方々は、記念日とか誕生日会とか何かの節目でお祝い事でこの宮地区さんに結構行かれるそうでして、で宮地区さん店舗がいくつかあるんですけど、今回来てるのが一つ葉店。もう目の前にねでかい牛のオブジェがありまして、お店のね外観周りがね緑が茂ってて、あとこの辺も全部手入れされてる感じでね、でランチもやってて、今回自分ディナーで予約してるんですけど、でね入り口がねこっちなんだよな、ここですね、こっから入っていくんだ。うわ、なんかめちゃくちゃおしゃれだな。畜産農家の思いとともにと、目の前で鉄板で焼いてくれるお店なんですけども、いやめちゃくちゃ楽しみでございます。で今回ですね、俺持ってるなっていうことがあって、なんとね今月いっぱい2024年6月いっぱい、あ6月28日までだったかな、この一つ葉宮地区のお店で宮崎牛ロース食べ放題やってるんですよ。で撮影の許可取るときにね、事前にお店に電話してるんですけど、いろいろ話聞いたら宮地区さんで食べ放題ってね普段一切やってないそうで、で今回ほんとたまたま今月いっぱい6月28日まで宮崎牛ロース食べ放題やってると。でランチとディナーもやってて、ランチだと金額が5,000円で、ディナーだと7,000円で、制限時間が80分制、ラストオーダーが60分後ってなってるんですけど、でこれに焼き野菜とサラダバー、ドリンクバーがついて、ご飯とパンのデザートがついてるとなってるんですけど、もうたまたまですよ、この月に宮崎グルメやるって決めて、この一つ葉宮地区さんで食べ放題をやってるという。はい、お待たせいたしました。こんにちは。あ、こちらですか。はい、すいません、空いてる席に。はい、席はこちらを案内されました。今回一人なんで。食べ放題ができるのがもうスープ、サラダ、ロース、ね、お肉、はい、焼き野菜、ご飯、ちょっとリンクバーがついてます。はい、で、パンが最後に出るんですけど、こちらだけ食べ放題ではないので。あ、はい。はい、パンだけをちょっと。これパンのデザートなんですか。そうですね。またソースしてするような感じですね。あ、そうなんですね。はい。ユーチューバーさんも取りに来られてるんですか。言ってくれる方と言ってくれない方と。あ、僕はなんかちょっと事前に電話してました。いただけると助かります。あ、まあそうですよね。呼び方って宮崎牛ですか。宮崎牛ですか。あ、宮崎牛ですか。間違えちゃいました。宮崎牛だそうです。最初がこの宮崎牛のロース 200g、 これがデフォルトで最初焼かれるそうです。コーンスープですね。コーンスープが来ました。お肉の焼き加減はどれぐらいがいいですか。パンの上に焼いたお肉を乗せていきます。パンは最後焼きますので、そっちで食べないでください。焼いたお肉をパンの上に乗せるんですか。そうですね。あ、はい、パン生地が吸うんですね、油を。ポン酢とジャポネソース、はい、宮崎の日南の塩、ガーリックチップ、わさびと柚子胡椒です。はい、はい、そしてご飯がやってきまして、おかわり自由、無限ライスでございます。チャーハンもあるんですか。
通常のコースなんですね。あ、はい、ちょっとまずはね、コーンスープから。あ、こういう感じで提供されるんです。普段やられないですよね、食べ放題って。そうですね。そうですよね。3回目ぐらいですね、やったの。あ、そうなんですか。畜産がやっぱり大変だったり。あ、なるほど。はい、あ、だから畜産農家応援キャンペーンっていうキャッチコピーでやってるんです。タイミングでちょっとお肉が余ってる時にこういうフェアをやるっていう。はい、このコーンスープすごい濃厚ですね。すごい美味しいですね、これ。お塩がおすすめですけど、はい、おすすめはわさびか柚子胡椒、ね、わさび酒、はい、わさび醤油。焼き野菜もついてるんですね。いや、宮崎牛のロースですよ。ちょっとまずはまんまで食べてみようかな。いただきます。お、これロースなんですね。すごい溶けますね。すごい、あと甘い。これはご飯が。はい。塩コショウで味付けしてます。もうちょっとお肉と合わせてタレもね、絡めて。通常のコースだと 150g で終わりですもんね。めちゃくちゃうまい。何これ。てかマジ来てよかった。宮崎出張来たけど、これタクシー乗ってでもね、これ来るべきだな、うん。ちなみにあのパンがね、こんな感じで油を吸ってますね。こういう提供の仕方、俺もう人生で初めてだわ。ポン酢でさらっと、うん、うん、美味しいですね。油がやっぱり、今回始まって、はい、最高トータルで 1.1 キロ食べてる。え、 1.1 キロの方がいらっしゃったんですか。これで1キロ以上、はい、ちょっとそれすごいな。わさびで、ちょっとね、お肉が減ってきたらまた次を焼き始めてくれてると、はい、今自分が食べてるのはこれ200のうちの100なんで、はい、最後残りが。わさびすげえ美味しい。うわ、うん、そんなツンとこないですね、これ。なんかわさびのいいとこ取りっていうか、風味も楽しめて。油と混ざると辛みが、甘みが出て。わさびはなんでこんなわさびうまいんだ。柚子胡椒。また柚子胡椒もうまいな、これ。200で、はい。受け取る前はもう早めに言っていただいた。あ、わ、はい、かりました。はい。塩でいただきましょうか。野菜もいいですか。はい。同じぐらいでいい。あ、そうですか。はい。フライドガーリックですか。薄切りにしたやつを揚げてる感じですかね。あ、またニンニクもいいな。全部食べてみて、わさびが一番自分は好きかな。ご飯もいいですか、おかわり。はい。お願いします。この間にサラダバーをちょっと。サラダが一通りこんな感じであります。なんだろうこれ、なんかちょっとこう惣菜っぽいサラダもあるんだ。これ食べ放題なの嬉しいですね。中華クラゲのサラダ仕立て、あとジャーマンポテト、それから蒸し鶏の梅しそあえ、あとは駿河湾の桜エビとアスパラのロッカテリーニ、新じゃがいものエビマヨサラダっていうのもありますね。この辺はデザートか。これも食べ放題になってるんだね。あ、ちなみにサラダのドレッシングは全部で3種類ですね。で、ドリンクバーの場所がここっすね。ちゃんとしたコーヒーマシンがあるのは嬉しいな。で、アップル、オレンジ、ミニッツメイド。ドリンクバーはまあ一通り飲めますね。サラダを持ってきました。
駿河湾で採れた桜エビのカッペリーニ。鉄板ステーキ専門店でサラダバーにね、こういったカッペリーニなんか置いてるっていうのもちょっといいっすよね、こういうのもね。さっぱりしてる、ほんと。通常コースでもついてますもんね、サラダバーって。夜は4品、ランチとディナーではちょっと品数が変わるんですか。なるほど、はい、夜の方がちょっと多いっていう。6時半からピアノダンス毎日。あ、そういうのあるんですか、はい、生演奏ですか。6時半から。僕は入れ違いですね。うーん、1人で来る方いらっしゃいます。あ、本当ですか、はい、あ、ちょっと安心しました。出張の方だったり、ね、あ、そうですか。 100g とか追加されてた。あ、そうですね。じゃ あ確実に食べきれるんで、じゃあ100追加で、はい、はい、お願いします。ちょっともう今のうちに追加 しときました。ちょっとやっとかないと時間制限ありますからね。せっかくだったらやっぱりおかわりしないで帰ってしまうのはね、もったいないですからね。100追加が来ました。このサシの入り方もね、すごいですよ。このめっちゃ綺麗でしょ。次はどうしようかな。じゃあウェルダン、はい、はい、ちょっとよく焼きで。あとお風呂いいですよね。お風呂いいですね。目の前がもう桜島があって、お風呂入って朝は迎えない。あ、もうそれ最高ですね。やっぱりこっちの方は鹿児島の城山ホテルって言ったらもう、ね、皆さんもう知ってる方多いです。朝食行かれたんですか。あ、すごいですよね。充実具合が。油と火の、はい、お、脂身のところはね、細かくカットしてカリッカリに焼いてくれたものを出してくれてますね。この油とこの野菜、これ最高の野菜炒めだよね。この野菜炒めで定食食べたいですね。一人前の量で。また野菜に油が加わるとまた美味しいですね。はい、でおかわりした、ね、追加の宮崎牛ロース 100g 焼き上がりまして、ちょっと次は焼き方を変えてね、よく焼きで焼いていただきました。箸で持っただけで分かる、もう表面カリッカリなのが。うん、あ、また焼き方変わると食感から全然違いますね。あ、ありがとうございます。わさびちょっとハマっちゃいましたね、これ。うん、僕もお肉多分これで結構お腹いっぱいでしたね。いや、合計で 300g ですか。これ普通ですか、少ない方ですか。普通です。あ、普通。一応これ和牛じゃないですか、はい、なかなか和牛のロースとはいえ 300g って結構ですよね。結構ですね。これ 300g だったら、これ多分東京だったら結構高いですよね。高いと思います。で最後パンのデザートがありまして、これがですね、さっきまであのお肉を受けていた食パンですね。バターも宮崎のバターですね。高千穂バターっていうの。あ、宮崎のバター。へえ。なんか色が白かったんでラードっぽかったんですけど、はい、バターですね。こちら、はい、お砂糖かけて甘くなる。なしではもうそのままもできますし、はい、あ、要はこれがフレンチトーストみたいな。そうですね、バターローストなんですけど4つに切るんで4種類もできます、はい、まあ、全種類もできます。まあ、せっかくだったらちょっとじゃあ、ね、全種類でもいいですか。1つお砂糖にしますね。あ、そうですね、はい、はい、宮崎牛の油を吸ったパンでフレンチトーストみたいな感じで最後提供、すごいですね。ちょっとそういう発想は全くなかったな。
すごい。はい、はい、シュガーとココア、シナモンマッチですね。でここでコーヒーもね入れてきましたんで、いやちょっとこれ最高だな。あとサラダバーのとこにあったねチョコムース、結構人気らしくてね、これも持ってきました。一気におしゃれなカフェになりましたね。都度コースが終わったらすぐ鉄板を磨いてということですね。これは普通にも箸で、そうですね、手でも、あ、手でも、手でいっちゃおうかな。これはシュガー、宮崎牛ロースから出てる油の甘み、バターのコク、香りもいいし、カリッカリでね、宮崎牛脂スイーツみたいな感じこんなんないですよね、普通。うわ、動画編集のお供にもぴったしですね、これデスクワークのお供に。あ、わかりました、はい、でちょっと他のお客さんが来ましたんで、ちょっとカメラの画角を変えさせていただきます。もう最後だけどね。あ、シナモンもいいね。これ抹茶ですね、最後。あ、4つ食べてみて、これ個人的に一番好きなのはシンプルなシュガーが俺が一番好きかな。これもうまいね、手作り感満載で。ということでございまして、もう宮崎県民なら知らない人はいない宮崎牛鉄板焼き専門店宮地区さん、まあ、今回自分が来たのが一つ葉宮地区というお店になりますが、食べ放題をやっているのが一つ葉のお店のみで、6月の28までやってるということなの で自分来たのは17時あの夜の時間帯、オープン直後に来たんですけど、まあ、この時間帯がねやっぱ一番空いてるみたいなので、まあ、通常コースはね、まあ、ネットとかにもいろいろ書いてありますので、詳しい情報はチェックしてみてください。それではまたね。